江戸城。江戸城は、武蔵国豊島郡江戸、現在の東京都千代田区千代田にあった、日本の城である。工場及び千代田城が別名として知られているが、江戸時代に広く、一般に用いられたのは、工場であったという。江戸城は、工事町大地の東端に、大木谷上杉市の家臣、大田道館が築いた平山城である。近世に、徳川市によって、 段階的に改修された、結果、草加前周囲約4里と、日本最大の面積の城郭になった。徳川家康が江戸城に入城した後は、徳川家の居城、江戸幕府の開幕後は、幕府の成長となる。明治維新後の東京店舗で休場となった。以後は、吹上庭園が、御所、旧江戸城祭の丸が、宮殿の敷地となっている。その東側にある、 江戸城の中心部であった天守閣、本丸、二の丸、三の丸の後一帯は皇居東御苑として開放されている。南東側の皇居外苑と北側の北の丸公園は常時開放され、それらの外側は一般に利用できる土地になっている。国の特別史跡に指定されている江戸、東京の地に最初に根拠地を置いた武家は江戸主月である。 平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての江戸市の館が、後の本丸、二の丸あたりの大地上に置かれていたとされる。15世紀の関東の騒乱で、江戸市は没落した後、大木谷上杉氏の上杉持友の家臣である、大田道館が、京徳の乱に際して、交渉三年、1457年に、江戸城を築城した。徳川幕府の公文書である、 徳川幹では、これが、江戸城の初めとされる。道館当時の江戸城については、正宗流島の、江戸城上昇県四条並らび工程紀藤内市や万里、周区の、倍イ無人像によってある程度までは推測できる。それによれば、古城、中城、外城の見え構造となっており、周囲を、霧岸や水堀が巡らせて、門や橋で結んでいたとされる、古城は、 本丸の看護表現とされる。江戸城上昇圏四条並び皇帝紀藤内氏によれば、道館は本丸に上昇圏と呼ばれる居宅を設け、背後に核を築いたという。バイカム人像は、江戸城の北側に、菅原道真が祀られて梅林があったことが、記されている。道館が、上杉定正に殺害された後、江戸城は、上杉氏の所有するところ、天正18年。 1590年、豊臣秀吉の小田原攻め、小田原聖伐の際に会場。秀吉によって、ご法上支給料の赤八州を与えられた徳川家康が、同年8月昨日、1590年8月30日、駿府、静岡から江戸に入った。一般に言われる話では、そこには、道館による追記から時を経て荒れ果てた江戸城があり。 かやぶきの家が百軒ばかり、大手門の北寄りにあった、とされる。城の東には、低地があり、外区の町割りをしたならば十丁足らず、しかも海水が差し込むかや原であった。西南の大地はすすき島の野原が、どこまでも続き、武蔵野に連なった。城の南は、日比谷の入り江で、沖合に点々とさすが現れていたという。最後に、万事三年。 1660年より神田川、お茶の水の拡幅工事が行われ、一連の天下武心は終了する。本丸、二の丸、三の丸に加え、西の丸、西の丸下、吹上げ、北の丸の周囲 16km に及ぶ区画を本城とし、現在の千代田区と港区、新宿区の境に一部が残る外堀と、駿河台を掘削して作った神田川闘争構えと、 する大城郭に発展した。その地石は、本丸は10万5千余町部、西の丸は8万千町部、吹上御苑は10万3千余町部、内堀の周囲は40町、外堀の周囲は73町となり、城城に20基の矢倉、50の天守を設けた。以後、200年以上にわたり江戸城は、江戸幕府の中枢として機能した。本丸と西の丸が独立している。 一条別角の形式である。武蔵の大地の東端にある地形を活用しており、特に山の手側は野党をもとに堀を奪ったので局面の多い構造をしている。逆に下町は埋め立て地なので直線的に区画された水路や町並みを見ることができる。石垣を多く見ることができるが、これらは天下武神の時にはるばる、伊豆半島から切り出され船で送られたものである。 それまでは他の関東の城と同じく土塁のみの城であった。関東で石垣を多用した金星城閣は江戸城と小田原城しかない。それでも外郭や西の丸、吹上げなどは土塁が用いられているが、特に吹上げの土塁は雄大である。大田道館追記以降の象徴的建物は上昇圏という寄せ棟作りの多重の五殿建築、三重とも、で、 江戸時代に桜城へ銅倉として移築されたが、明治維新後に解体された。桜城の銅倉は二重倉で二重目屋根が、方形作りでしころ屋根のようになっていた。徳川家康の改築以降、本丸の天守は、慶長土1607年、玄奈土1623年、寛永堂1638年と3度築かれている。どの天守も、 シャチや、ハフの飾り板を、金の延べ板で飾っていた。明暦三年、1657年の明暦の、大火によって、官営土天守が消失した後、直ちに再建が計画され、現在も残る三影石の天守台が、加賀藩主の前田綱則によって築かれた、高さは六軒に縮小。計画図も作成されたが、抜角の重鎮であった、星名正幸の、 天守は、織田信長が、岐阜城に築いたのが始まりであって、城の守りには必要ではないという意見により、江戸市街の復興を優先する方針となって、中止された。後に、荒井白石らによって再建が計画され、図面や模型の作成も行われたが、これも実現しなかった。以後は、本丸の藤宮倉を、実質の天守としていた。また、これ以降、 初藩では再建も含め天守の建造を控えるようになり、事実上の天守であっても、誤三解やぐらと称するなど、遠慮の姿勢を示すようになる。図面による復元での計算によると、天守の高さは58.63メートルとなった。5点は、本丸、二の丸、西の丸、三の丸5点がある。このうち、三の丸5点は、原文年間に廃絶された。 本丸御殿は将軍居住、政務、儀礼の場として江戸城の中心的な役割を持ち、二の丸御殿は将軍別邸や隠居した将軍の側室が晩年に過ごす場所として、西の丸御殿は隠居した将軍や四次の御殿として用いた。本丸御殿は表、中奥、大奥が南から北にこの順で存在する。表は将軍越権や 諸役人の執務上、中奥は将軍の生活空間であるが、政務もここで行った。大奥は将軍の夫人や女中が生活する空間である。大奥は表や中奥とは、同米で遮られ、一本、後に二本の廊下でのみ行き来ができた。将軍の御殿としての最初の本丸御殿は1606年、慶長11年に完成、その後1622年。 玄羅八年、1637年、寛永十四年、同十六年消失、同十七年、明暦の大化で、消失、1659年、万事二年、1844年、天保十五年消失、1845年、硬貨二年、1859年、安政六年消失、1860年、万円元年、1863年、 文久三年消失と再建、消失を繰り返した。文久の消失以降は、本丸五殿は再建されずに、機能を西の丸五殿に移した。1636年、寛永十三年に最初に建てられた五殿は、小堀演習の手によるもので、表向きの機能が省略された極めて有効性の高い、ものであった。南西にある月山を背後に有志白鳥号と繋がる。 池の中には、農部隊、水部隊があり、対岸のあぜにある餃子や堀に突き出た釣り土のうから、観覧することができた。中央は、御天群があり、東側にも、池や月山、池の中島にある御殿や御茶屋、おかこい、学問所や御文庫があった。しかしこの御殿は5年後には早くも取り壊され、1643年、寛永20年には、 本丸御殿を簡略化した御殿が完成する。この御殿も明暦の大化で消失し、越谷別殿を移築している。この後も1704年、法永元年、1760年、法暦10年に工事や再建が行われたが、1867年、慶応3年に消失してその歴史を終えることになる。本丸御殿と同じく、表。 中奥、大奥と仕切られ、主な部屋を挙げれば、東町、天井館、虎館、大広間、大老岡、亀館、白木書院、定館の間、レンガ河館、山吹館、菊間、岩館、畜館、不要館,館、中間貴境館、小華館、筒子館、柳館、倍畜館,館、日野木館、蘇鉄館などがある。古典や櫓などは1634年。 寛永十一年、1852年、嘉永五年、1863年、文久三年の3度にわたって消失した。1868年、明治元年4月、朝廷に明け渡された、当時の電車は4度目の建築であった。明治天皇が入場した後は、天皇の住まい、工場となり、1869年には、 オーストリア・ハンガリー帝国施設団を迎え、天皇との越見の場としても利用された。当時の施設団は、工場の詳細な見取り図を作成して本国へ伝えている。工場は、1873年、明治6年5月5日に消失した。守備は、西丸古将組が行った。その後、1888年、明治21年、明治宮殿が建設された。 三重櫓六棟、二重櫓倉十棟、平櫓四棟、多門櫓十六棟。江戸城は幾度にもわたる火災によって消失し、減存する伏見櫓、倉、士見櫓、辰見櫓なども、大正期の関東大震災の際に損壊した後、解体して復元されたものであるため、櫓の構造などを考察するにあたっては、明治初頭に撮影された写真に合図、指図。 文献などが用いられている。幕末まで現存していた二の丸のハスイケ、タツミミハスイケ二重矢倉の二棟は、明治初年に接続するタンスタモン矢倉の火災が、炎症し消失した。江戸城の矢倉は、矢倉門も含め、白漆喰塗り米壁、関営戸天守の俗に、幕門の足下が二つ引きを表す二本の投げ鹿たちを、施し、破布。 妻壁には銅板を青貝葉模様に貼っていた。初重に出張を設けて、石落としとしているものが多い。これらの特徴の一部は、幕府が関与した二条城や小田原城などの城郭にも施された。初重平面六間七間か七間八見を標準的な規模として、大阪城や名古屋城にも同様に用いた。1871年、明治4年に記された。 三小図説には、二重矢倉の初重平面規模は、最小で島四方、諸院で二路、最大で八軒九軒、間二重矢倉、三重矢倉は六軒七間から八軒七間のものが、記されている。多門矢倉はかつては、本丸、二の丸のほとんどを囲っていたが、時代を経るごとに、本丸西側では平へと置き換わっていった。太戦は幕末まで現存した櫓。 このうち、現存するのは、富士見重矢倉、辰見二重矢倉、伏見二重矢倉、斜線、和線六十三年、文久三年に消失した矢倉、またここに記載されている矢倉が一時期にすべて存在したことない。外角二十五棟、内角十一棟、木内八十七棟。ここは、一の門である、高麗門と二の門の矢倉門で構成される。 大阪城や名古屋城のようなマス型の三方を、矢倉門、多門矢倉で囲んだ景色は、江戸城には少なく、完全なのが、下城門、不完全なものが来た、吉京門にあるだけである。矢倉門は、桁行きは十五軒から二十軒、張間が島から五軒ほどのものが建てられ、最大では、桁行き十五軒、赤坂門、芝口見つけ新橋門のものもあったが、 共放九年、七百二十四年以降は二十四万五軒、下条門の門が最大となった。ちなみに、最小規模は島二軒、山下門である。江戸城には、警備要員の詰め所として多くの番所があったが、現在残るのは、下の三棟のみである。大番所は、中の門の奥に、百人番所と、同心番所は、下条門の奥と外にあり、それぞれの門を守っていた。 現在、桜田門、田安門、清水門以上は国の重要文化財に指定されているが、移行として現存している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。